パリ五輪、卓球の女子団体で銅メダルに輝いた韓国の新郵便が出演した最新 CM の報酬から1億ウォン、約1096万円を寄付すると発表した。全国紙、スポーツソウル、日本語版が伝えている。画像、早田ひな、平野美宇、張本美和、木原美優。女子卓球界が誇る異次元の天才、たちを一挙にチェック。 記事によると20歳のオリンピアンは、韓国の食品メーカービングレの人気商品であるバナナ味牛乳のモデルに抜擢され、パリ五輪後初の広告モデル契約を締結した。マネジメント会社は、新郵便の五輪の予定に多くの国民が関心と応援を送ってくださり、ありがたくもビングレがバナナ味牛乳の広告モデルとしての抜擢を決めてくださったと報告。 そして新郵便は1億ウォンを寄付した理由をこう明かしている。ボリンという大きな舞台をもう一度経験してみると、最初は負担感と重圧感が大きかった。しかし、そのような状況に適応し、良いコンディションで試合ができたのは、海外大会の経験が多く役に立ったからです。後輩選手たちも海外で多くの経験を積み、ボリンを経験するようになったとき、 いいいいのの残らない試合ををしししして欲しいとという願いで今回の寄付を決めることにしましたスポーツソウル日本語版は1億ウォンは韓国小学校卓球連盟に贈られ小学生選手の海外合宿費及び競技力向上支援金として使用される予定だと説明。その上で、新郵便は常に善行への思いを持っていると記し彼女が若くして積み上げてきた寄付の実績を紹介している。 人生初の月給で保育園の子どもたちに運動靴をプレゼントしたのを皮切りに、韓国女性卓球連盟に講演金と卓球用品を寄付したほか、釜山の卓球協会にユース卓球奨学金を渡したことも、さらに慈善団体を通じて、生理の貧困に置かれた若者女性のための衛生キットを支援し、最終党内の片親あるいは多文化世帯の青少年のための寄付金を寄託。 自身の故郷である水原の独居老人のための老人オーダーメイドにも寄付も行った。もはや枚挙に糸まがない。新郵便は次のように語っている。今回のパリ五輪で国民の皆さんが本当に多くの愛と応援を送ってくださって、このようにビングのバナナ味牛乳の広告モデルを経験できる機会を得たと思う。私が受けた愛と応援を後輩たちに配ることができるというのが、 私にはもっと大きな幸せです。今回の寄付を通じて、もっと一生懸命努力して大きな選手になりたいという動機づけにもなりました。五輪の女子シングルス、3位決定戦では早田ひなと激闘を演じた末に惜しくも敗れた。左腕に怪我を抱えながらも戦い抜いた早田が勝利の瞬間にうずくまって涙すると、そっと近づいて優しく抱き寄せた新友便。 自身も満身創痍の状況だったが、それでも早田を気遣った行動に圧倒的な人間力を感じ取った日本人ファンも少なくなかった。